どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回お知らせでございます。お知らせ。毎年恒例とも今やなっております。代々木公園で行われているアースガーデンというエコと、優しい、地球に優しいイベントの中の時間でガズレレタイム。千人ガズレレ。今年は7月6日土曜日の真っ昼間に開催予定なんですけど、ちょっとまだ詳細決まってない。ですけど一応、日付を押さえておいてください。これ入場無料でですね、YouTube でこの曲やるよって案内してみんな練習してもらって、当日、代々木公園で直前練習みんなでして、集まれるだけ人集まってよ。みんなでやったら楽しいよ、一曲を。ステージに登りたい人は登ってもいいし、下で弾きたい人はしても、もうその人たちの弾き方でみんなが知ってる曲をやりましょう。例えば日曜日よりの死者とか踊るポンポコリとか、過去に2回はすること。なおこの曲やったら盛り上がるかな。みんなが歌えるやつを大声で。もう、わーっとやる。千人でやる。千人どこじゃない、もっと集まったっていいんですよ。もう、入場無料です。代々木公園の外の、こう、広場でね。あの青空の下、青空かどうかちょっとわかんないけど、きっと青空になると思う。はい。皆さん。あ、で、去年の写真ちょっと見せておこう。桃代さん、カメラマン桃代さん撮影の写真、どうぞ。あー、どうですか、これ。皆さんも今年はこれに参加しませんか。まあ、去年参加、一昨年参加されてる方、もちろん参加してほしいですけど、どんどんこの輪を広げていきましょう。よろしくお願いします。はい。そういうわけで、今日はお知らせ動画で、ね、千人ガズレレ、アット遊戯公園、アースガーデン。皆さん、ワイワイやろう。ひとまず予定だけ開けといてね、っていうことをお知らせ。まだ、この情報はどんどん公開していきますんでね。はい。ホームページにその辺のこともどんどん書いていくんで、ホームページのリンクここが飛びますね。ホームページを見てくださいね。はい。そんなことです。ガズレレでした。さようなら、バイバイ、チャオ。